はいどうもこんにちは、こんばんは、ラウンズでございます。今日はですね、ラウンズクッキングでございますで、今日はですね、こちらドロンと出店風焼きそばというのを買ってきました。なんとなくちょっと気になったんですよね。メーカー的にはどっか書いてたかな。メーカーというか製造は株式会社東丸というところですね。自分ね、焼きそばがめちゃめちゃ好きなんですよ。今はベスト3に入ってないかな。もう食べ物大好きなランキングで、小さい頃はずっと焼きそばがベスト3に入ってたぐらい大好きですね。今はまあちょっと糖質とか炭水化物系が多いんで、そんなに、まあたまに食べるけどっていうぐらいです。なんだろうね、いや今でも好きなんだけど、ちょっとその辺を控えてるから、嫌いとかじゃない、好きなんだけどちょっと控えてるっていう感じです。で、こういう機会の時にこうがっつりドーンと食べようかと思って、今日はこの5食入りか、麺はですね 75g×5 なんで 400g ぐらいかなです。で、作り方は超簡単、意外とね。フライパンに水を入れて、でそのまま、沸騰させて2分、ひっくり返して2分、あとは焼くだけで、なくなる前に、粉を入れるって感じかな。ということで今日この5袋をね、全部作っていきたいと思います。これちなみに5袋で200円ぐらいです。198円とかだったんで安い。あ、確かにね、こう触るとわかるけど、ここの厚みが全然薄いわ。これでも400だから、ペヤングの超大盛り焼きそばと一緒ぐらいかな。でも400ぐらいだったと思うんで、大体それぐらいの量ですね。はい、ということで、まあ、普通のカップ麺でお湯入れてやるよりも、焼くんで、やっぱ焼きそばっていうぐらいだから、焼くそばだから、ね、焼きそばっていうぐらいだから、まあ、もちろん焼いた方がね、美味しいと思うので、ちょっと久々に、これ多分ね、こういう系、昔どんぐらいかな、20年ぐらい前に食べたことあるぐらい。このね、こう麺、なんだろうな、カップラーメンっぽいこの焼きそば食べるの、もうめちゃめちゃ久々です。はい、ということで、こちらの焼きそば全部作って、大食いしていきたいと思います。はい、まずこのね、サーモスのちょっと深めなフライパンで作ります。多いんでね。で、水がこれ1袋に対して250から300なので、まあ、その 5袋分ですね。実はちょっと柔らかめが好きなので、300の方で入れました。だから3、5、15、1.5 リットルです。で、そしてここで、まず沸騰させますと。沸騰してきましたので入れていきたいと思います。はい、こちらの焼きそば。はい、中に入っているのは麺と、これですね、ソースだけです。この麺の厚さが薄い。なんか少ないなって感じる。パッと持った目で、ね、持った感じで。どうなんだろう、ここで汁っていうか水吸うから、いや、まあ5個入れるとさすがにあれだな、多いな全然こうお湯に浸かってないっていう。これは大変だな。こうやってちょっとこう上下を入れ替えながらね、やらないとある程度こう均等に柔らかくならない。こいつも柔らかいですね。これ難しいなこれ硬いで下にやると。で、これね、水 1.5 リットル入れたんですけど、これ全然汁多いよね。汁っていうかお湯っていうか多くない、これ。いや、合ってるね。1袋で 300cc とかだったから 1.5 で合ってるよね。5袋やったから。いや、なんかめっちゃ多いんだけど、250にしたとしても多いよね多分。で、伸びたのが好きだけど、こんな伸びる。ちょっと減らすわ。ちょっと減らしました。ちょっとね、もう麺がだいぶ吸ってるんで、あれかな、多分150か 200cc ぐらいは出したかなって感じです。これぐらいで焼きそばソース入れる。ずっと火力は強火って設定になってますけど、これ 強,
強火でいいかな。今弱火に、弱火っていうか中火にしてますけど、はい、汁がなくなる前、まあもうぼちぼちなくなりそうなんで、めちゃくちゃサルサ作るし、ちょっとこれ大量なんでどうなることやら。ちょっとお湯に溶かしちゃった感じになっちゃったなこれ。これラーメンかな、ラーメンなのかなこれ。ちょっと早かった。いやもう汁少なくなる前、少ないからね、間違ってないと思うんだけど、なんかイメージと違うっていう感じですねこれ。なんかただただラーメンかなみたいな、うん、完全に早かった感があるよね。もうなんかどう見ても焼きそばじゃない。ラーメンの汁めっちゃ少なめみたいな感じ。水気がなくなる前に、だから間違ってはないと思う。水気がなくなる前にってことは、水気がなくなるまで炒めろってことだよね。麺は思ったよりなんかこう伸びてブチブチ切れる感じがないんで、多分大丈夫なのかな。まあただちょっとどうなんかな、なんか美味しそうにあまり見えないけど、匂いはすごいし、あ、まあでも焼きそばっぽくなってきたな。ちょっと多分ね、粉入れるタイミングが早かったかなって感じですね。こんな感じですかね。汁もないんで、あと多分ここも行くと焦げていくだけなんで、こんなもんでいいでしょう。はい、ということで皿に盛り付けて部屋に持っていきたいと思います。はい、というわけでこちらでございます。5人前の袋焼きそばっていうのかな、完成しました。あっちです。さあ想像以上に暑いですね。はい、ということで今日の飲み物はこちら、コカ・コーラゼロ、ゼロカフェインの方ですね。これね、トライアルで売ってるとこと売ってないとこと、スーパーでも今年ほとんどこのね、ゼロシュガー&このゼロカフェイン全く見なかったね。最近トライアルでやっと見たって感じです。なんかほとんどのとこ置いてなかった。特にこうなんか野菜とか入れてるわけじゃないんで、あの麺だけですけども、とりあえずいただきます。めっちゃ腹減ってるんですよ。めっちゃ腹減ってる。いやー、なんかね、作ってる感じだと美味しそうなあれはなかったね。これわかる、これもう湯気出てるの。これ見えてるのかな、カメラ映ってる、これめっちゃ湯気出てるんだけど、扇風機ここにあるんでね。暑がりの扇風機がないと。はい、というわけでいただきます。うん、あのまあ美味しいって感じかな。間違いなくね、水が多かった感じです。なんていうのかな、もうめっちゃ柔らかい、もう伸びに伸びた感じっていうのかな。でも水少なめでやった方がいいのかもしれないですね。あれ多分一袋に対して一袋作る前提多分やってると思うんですよ。だから多分何個か多く作る場合はちょっと少な、水が250から300だったけど、多分3袋とか作る場合、多分1つあたり200で作った方がいいのかもしれない。ちょっとね、ちょっと柔らかすぎますね。うん、ただ味はうめえ、うめえっす。これ正直マジな話で味はうまい。自分ね、普通の生麺タイプの焼きそばよりも、なんだろう、こうカップ麺、要は乾燥麺から作る焼きそばの方が好きなんですよ。だから普通にカップ焼きそばとかも、まあたまにね食べるんですけど、普通の生麺の三色焼きそばとかいうよりはこっちの方がなんか好みなんですよね。これ昔からです。焼きそばといえばこっちの方が好きみたいな感じなんですよね。うん、あっか、あのなんかこう中の方からこうすくうとめちゃくちゃ熱い、表面の冷えたと食べんととてもじゃないけどっていう感じですね。こんな熱冷めないんだ。
うん、今日のマヨネーズはこちら、ピュアセレクトマヨネーズカロリー 65% オフです、うん、今日はっていうかマヨネーズはいつもこれですねこれ一択です。最近マヨネーズはあんまり使ってなかったんで、先日見たら空でしたね。空でしたから買ってきました。いや、やっぱ焼きそばといえばやっぱこのマヨネーズだよね。ほら見て、やっぱマヨネーズでしょ。それではいただきます。うん、うまっ。やっぱりね、焼きそばといえばマヨネーズだね。何か一つだけ何か足すとしたらやっぱ絶対マヨネーズですね。いろいろね、青のり派とか鰹節派とかあると思うんですけど、自分はダントツで何か一つだけって言われたら間違いなくマヨネーズです。いやいや、これ全部食えないですね。いや、ほとんど食ったのよ。いやこれ、ちょっと全部食えないですね。あとまあちょっとっていうか、多分あと一袋分ぐらいなんですけど、これはきついですね。これやめておきましょう。もうダメだ、もう腹いっぱいだもん。うん、はい、ということで残りこのぐらいです。ちょっと伝わりにくいかもしれないですけど、多分8割ぐらいは全然食ってると思います。多分残り1袋あるなしぐらいなんですけど、もういっぱいいっぱい。こうやって飲み物飲むからまたね、お腹の中で膨れるわけだけども、茹でる時に多分すげえ水吸って、もうすでにかなりこう量が多くなってる状態。同じこうラーメンとかでも、ラーメンって茹でる時間が少ないからまだ伸びてない、麺がそんなに汁吸ってないからっていうのはあるけど、これめちゃめちゃ吸った後の麺なので、量がなんかめっちゃ多いんですよ。普通のうまかっちゃん5袋食べる時よりも、なんかもう食べてる時に多いなみたいな一口が重いなっていう感じでしたね。はい、というわけで、ちょっと今回は大食いチャレンジ、失敗って別にチャレンジしてるわけじゃないんだけども、まあまあとりあえずね、お腹いっぱい食べれたのでいいかなと思います。想像以上に美味しかったけど、ただ作る時水をちょっと少なめがいいかな。こう 何個かね、3つ4つとかで作る場合はちょっと水少なめにして、茹でた時点であんまり汁気がないぐらいのが、多分それ以上水吸うことないからね、ちょっと多分多すぎたなっていう感じでしたね。水がすごい伸びたのが好きだけど、それでもなんかめっちゃ伸びてるって思ったぐらいなんで、かなりなんか伸び伸びでした。ただ味はうまい。最後に水が残ってるうちに混ぜてくださいっていうのが分かる気がする。そのちょっと水気があるソースを吸うみたいな感じになるので、中まで味がちゃんとあるって感じなんですよ、麺の中まで。でソース自体はちょっとスパイシーな感じかな、辛いとまではないけど、ちょっとこう胡椒が効いてるような、感じのスパイシーだね、うん、な感じでした。はい、というわけでございます。これはまたね、後ほどお腹が空いた時に食べたいと思いますので、とりあえずもうお腹いっぱいです。ごちそうさまでした。はい、ということで、ご覧いただきありがとうございました。たまにはこういう食べれない時もあります。そんな無理して食わない、無理して食えなくはないのよ。ただちょっと量がね、あとちょっとならいけるんだけど、あと一袋分があるから、ちょっと限界を超えてまでちょっとそのチャレンジするわけじゃないので、はい、というわけでございます。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあね、苦しい。